それでは、まん延防止、まん延防止等重点措置の適用に関しまして、西脇知事の閣議取材対応を行います。どうぞ。まずは昨日の新規陽性者数が93人ということで、緊急事態宣言解除が最多となっています。隣接する大阪府、兵庫県でもこれはもう過去最多ということで、非常に厳しい感染状況だと思っております。まあ、私としてはまん延防止等重点措置の適用をですね、要請をしたいというふうに考えておりますが、これも本部で決定する必要がございまして、明日午前中にですね、協力の対策本部会議を開いて、まあ、正式には決定をしたいと思っておりますが、私の意向としては適用の要請をいたしたいと思っています。東京都の方が昨日私の閣議取材の後に準備をするということで、今日すでにですね、適用を要請することが決定されておりますので、国の方の動きもですね、それによって後押しされると思いますので、要請をする方向で明日本部会議で諮りたいと思います。これはですね、国の方の動きともありますが、基本的には決定されればですね、過去の例も文書なり正式に意向表明すればいいので、決定すれば速やかに要請したいと思います。まず基本的にはすでに、宮城県と大阪府と兵庫県で、措置が適用されてまして、それ についての基本的対処方針が改定されてますので、おそらくはこれ、まあ、最終的に適用を決めるのは国なんですけれども、今の先行しているところと、まあ、同様の措置を、基本的対処方針に基づいてですね、準備して決めたいというふうに思っております。はい。まあ、これもすべて本部会議でですね、詳細を決めなきゃいけないと思ってますが、現在は京都市以南、京都市と京都市以南のところで時短要請をしております。で、先行するまん延防止等重点措置のところも、まあ、仙台とか大阪市、神戸市と阪神間の西宮市、山崎ですが、まあ、少なくとも当然ながら、まあ、京都市を対象にするというのが一つの今現在での私の判断です。まあ、これは関係する京都市との調整もありますし、明日の本部会議で決定しますけれども、まあ、京都市を対象とするのが、まあ、一つの妥当なというか案としては私が考えているところです。はい。まずは府民の皆様、事業者の皆様のご協力で、一定感染が落ち着いた、それについては心から感謝申し上げますが、まあ、その後、今再び再拡大の状況にございます。これがさらに増えていきますと、医療現場への逼迫を招きます。で、現にもすぐに使用できる病床の使用率では 40% 近くなっているということで、医療現場の緊張感も高まっていると思います。まあ、そうした皆さんの努力によって、まあ、これまでコロナ対策を乗り切ってきたわけでございますけれども、まあ、今の感染の急拡大というのは変化の影響があるかもしれませんけれども、第3波の拡大の角度よりも非常に急に拡大をしております。まあ、非常に府民の皆様、事業者の皆様にはご不便、ご負担をおかけいたしますけれども、何卒ご理解、ご協力を賜りまして、皆さんの協力で、感染の再拡大の防止を努めてまいりたいと思いますので、どうかご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。